言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、BE:FIRST の、バキとのコラボ楽曲という形というか、エンディングテーマでね、出るっていう形のことが話題になっておりますし、BMSG フェスのいろいろな考察なんかも話題になっておりますけれども、まあね、マーゼルの方の話を今回はさせていただきます。情報としていろいろ入ってますし、で、ちょっとデータを見ながらのものがありますので、またラジオ配信で失礼いたしますね。まあ、2つですね、基本的には。まずその、ランくんとリュウキくんが出た熊本での NHK の番組があって、そちらの話が1つ目。で、おそらくメインになると思いますが、チャートの分析です。以前、その、またこれも NHK ですが、くしくも、Venue101 で、マーゼルとミルクがね、共演といいますか、同じ番組に出た時がありましたが、ミルクはですね、スターダストのグループで、もともとね、バトルボーイズっていうことで、直哉くんがそこでね、いたわけですけど、そのバトルボーイズでの選抜の1期生がミルクにお二人いらっしゃいまして、直哉くんはその2期生になるっていうことでございますんで、先輩グルに当たるわけです。フルスでの先輩グルにもなるし、まあ、ボーイズグループのキャリアとしても先輩に当たりますね。言うてミルクもね、だいぶ新しいグループだし、2021年デビューだったはずなんでね、まあ結構新しいんですけども、2021年デビューってことはあれか、 BE:FIRST や INI と結構近しいと言いますか。ただ BE:FIRST はね、 INI もそうだけど、11月3日だから、ミルクがどの辺なのかにもよりますけどね。まあさすがにあの時期はスターダストとかの方のことを追っていくような感じの余裕がなかったもんですからね。っていうか、まあいろいろ追っているというか、音楽との距離が近しくなった挙句、オリコンやビルボードとさらに近しくなったっていうね、そういう風になったのもここ最近ですからね。はい、というわけでまずはNHK の方の話ですが、 NHK 熊本放送局の話になりますね。NHK 熊本放送局のツイッターがありまして、ミューズの皆さんお待たせしました、昨日のと書いてありますが、昨日のマーゼルのインタビューを NHK プラスで配信中。そう、これ大事。昨日のマーゼルのインタビューを NHK プラスで配信中。全国どこでもスマホからでもっていうね。そう。で、インタビューから再生されますって書いてあるわけですけど、クマロクっていうね、番組で、そこでまあ、彼らが出たわけですが、最近その NHK プラス、まあ NHK プラスはね、ご存知の方も多いと思いますが、NHK の番組を、そのネットで見るためのもので、NHK と契約さえしていれば、追加の料金なくネットとかスマホで見ることができるものになります。で、まあ、NHK の番組は基本的にね、画像を貼ることができないので、今見ている非常にかっこいいランくんとリュウキくんのね、しかもキャラクターを持っている感じの、これは熊本のキャラクターかな？からしれんこんですよね、おそらくは。からしれんこんのキャラクターと思われるものを持っております。はい。まあ、とにかく、かっこいいんですけどもね、かっこいいし可愛いんですけども、載せるわけにはいかんので、ご自身で見ていただければと思いますが、最近そのご当地プラスっていう形で地域の番組を集めましたっていうことで NHK プラスであって、北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄っていう感じになってて、当然だけど九州、沖縄の方の番組であるわけですね。で、クマロクかマーゼルで、虫眼鏡のところでね、検索をかければ、ね、虫眼鏡って、はい、かければ、出てきますんで、クマロクね。っていう感じで見るといいんじゃないかなと思います。ありがたいですね。てっきりね、熊本というかね、九州の方の番組だし、関東済みと言いますか、まあ、他のね、九州以外のところでは、ね、見られないんじゃないかなと思っていましたが、楽しみですよ。で、45分ぐらいあったから結構ボリューミーだし、後でがっつり見ようと思います。あ、まだね、見てないんですよ。楽しみ撮っとこうと思ってね。もう帰ってきたばっかりですからね。はい。そう、さっきちょっと見てね、テンション上がりながら皆さんにお伝えしなきゃなと思って、はい、そういう感じでございます。そうですね、だから熊本 NHK 熊本放送局のツイッターを貼っておきますね。で、そこから NHK プラスへのリンクもあったから、 NHK プラス入ってない方は登録必要になるけど、それで見ることできるはずです。ちなみにグランパンパスは基本的にVenue101 とかも NHK プラスで見ておりますね。で、大河ドラマは別個で見てるんですけど、それも NHK プラスで見たりもするけど、それは Amazon プライムのね、大河ドラマチャンネルで見てますけどね。お、そういえばね、
佐藤隆太さん出るんですよ、大河ドラマ。知ってらっしゃいます？あの室津吉さんが豊臣秀吉を、あ、今はまだ羽柴秀吉だけど、まあ、今回その松本潤さん、松潤の、 あの、ね、主役で徳川家康やってますけど、秀吉役室津吉さんがやってて、そのね、あの豊臣秀長っていうね、秀吉 の、 あの弟いるんですけど、その弟役ね、佐藤隆太さんなんですよ。いや、ちょっと、ね、楽しみです。結構あの豊臣秀長私好きでね、うん、ちょ、佐藤隆太さんの秀長結構合ってるなと思っちゃって、楽しみでしょうがないですよ。あのね、兄貴、まあ秀吉があんな感じだけど、そう、常識人として結構そういうところの調整をしていたというね、あの秀長さんでございますけど、それとも秀長の話じゃないんですよね。はい、すいませんでした。そういえば、あの、加藤清正も出ますね。蘭君の熊本といえば加藤清正公だけども、家康とこうね、あの、こう、接点を持つみたいな、そういう武将でもあるしね。あの、秀吉のところからいてね。まあ、それはいいや。はい、そして、次ですね。まず、あの、ミルクの話ですね。ベニューワンオーバーで共演をしたミルクですけど、彼らがそのアルバムをね、出しているんですけれども、あの、デイリーアルバムランキングで、あの、円盤の方のアルバムランキングですね、オリコンの方の。そちらの6月14日付のデイリーで、あの、1位を取りました。素晴らしいと思います。はい。というわけでね、非常に良かったなと思いますよ。やっぱ1位デイリーでスポットで取るっていうことは大事だし、ミルクもね、非常にこう、あの、私としては期待をしているグループでもあるし、佐野勇斗さんが、あの、今度、あの、あれですね、SnowMan の目黒蓮さんと一緒にドラマに出る形のがあるようで、そこでまたこのジュエルというか、ミルクの知名度も上がっていくと嬉しいし、ちょっと直也くんともね、こう、なんかしら、直也くんだけじゃないけど、マーゼルとも絡んでくれると嬉しいなって思ったりするところですね。ちなみに、6月13日と15日は、NTM のファーストハウリング Wii が1位になってますね。で、まあ、6月15日もトップ10以内にこのミルクのジュエルもまだ入っております。はい、というわけでね、あの、ミルク頑張っておりますので、あの、ベニュー1 on 1でね、気になった方もいらっしゃると思うし、非常にみんなね、あの、かっこよくて、あの、トークが上手でね、気遣いができる5人組の方でというか、なんか非常にね、素晴らしい人たちだなと思いましたので、なんかこうね、あれっすね、ちょっとこの、ダンク出てもらう感じになったらおもろいなと思ってる。まあね、あの、あれですから、スターダストで言うと、先輩の超特急さんがね、ダンクでガッツリ出てもらってて。で、超特急さんのね、トークの上手さっていうのも、私らは随分見ましたけどもね、やっぱり、スターダストさんはその辺が上手いんだなと思いましたね。はい。で、ビビット。ビビットに関しても、実は結構ね、スマイルアゲインとか、そっちの方の話をよく私しがちですが、まあ、オリコンやビルボードを見るオタクなんで、しっかりとね、ビビットのね、成績も見ているわけでございます。で、またちょっとね、ビルボードの方は別の結果にはなるんだけど、まあ、基本的には結構近しい部分にはいますね。実はね、ビビットが、その、チャートの20位圏外に行っちゃったりなんかしてくると、ビルボードでなかなか見ることできないんですけど、オリコンの方だと、課金とかしなくても、実はね、デイリーだと、まあまあ下の方も見ることができるんですね。で、こちら側ですね、結構ずっとね、同じぐらいの位置をキープしてて、だいぶいい感じですよ。うん。で、6月のですね、15日から6月8日までの、デイリーのシングルのやつが出てるんですけど、円盤がね、非常にいいです。で、これはあれっすよね、お見送り会がね、あるから、マーゼルの。それによって、こう、今、第5次抽選くらいまで行ってるはずで、確か15日で終わったのかな。で、そちらの方もあるから、多分それで、行きたい人たちが、円盤の方を買ってると思うわけですけど、まあ、ユニバーサルなのでね、BU で、ユニバーサルと BMSG ですけど、ユニバーサルミュージックは、円盤の売り方うまいっすね、本当に。いやー、ちょっとなかなかすげえなと思いました。そう、だから結果的に、そのビビットがですね、まあ、CD が、6月の8日の段階で19位だったんですよ。で、9日の段階で30位以下まで下がっちゃったんですけど、私が見てるオリコンだと30位以下見れないんで。でも、10日の日に21位に上がってて、6月11日は16位に上がり、で、6月12日は12位に上がったんですよね。ね、すごいなと思った。そう、で、13日は18位になったんですけど、なんと6月14日でまだ12位になるっていうね。そう。そういう感じになっておりますよ。だからね、結構この辺を推移してて、
で6月の1週目のこれはウィークリーの方だと27位なんだけど、6月の8日から14日の間が結構10位台まで来てるから、またそのウィークリーの方のやつも上がるんじゃないかなっていう気がしますね。はい、だから結構円盤が頑張っているし、まあそうですね、そういう形で、であんま無理がないような感じで頑張れるっていうところもあるし、まあだからお見送り会を行きたい方は CD を買ってるっていう形になると思うんだけど、なかなかだから BE:FIRST とは違う売り方をしてて面白いですね。こうなんていうか、私はもともとその CD をたくさん買うっていう形のはそんなに得意じゃないっていうか、考え方としてもあまり自分にフィールしない考え方ではあったんだけど、ただ BE:FIRST の時に思ってたのが CD をたくさん買いたい層の人っていうのもいたというのは知ってるんですね。はい、だから今回のこのビビットに関してはその感じのこともできるのかなって思いました。まあこれに関してはいろんな意見があると思いますけれども、ただやっぱりね、ビビッド円盤強いなって思って1位も1回取ってますからね。5月のウィークリーの3週目か、そう、その時にね取ってますから、 INI とかがたくさんいた中で、でも INI がねその4週目に取ってるはずなんで3週目で先に出せたっていうところはあって、でもね、INI もねユニバーサルなので、その辺はユニバーサルミュージックで調整して1位をその自分たちのところの子たちが取れるような感じにしたのかなと。まあマーゼルは BU だけどさ、まあそういうことも考えましたがね。そうなんでビビッドもそうだけど、マーゼルその円盤 CD が強いグループとして今はなんとなく認識しておいて、ほぼほぼ間違いがないような気がしますね。ストリーミングとかね、そっちの方も頑張ればっていうところになるけど、まあこればっかりはね、やっぱりファンダムの大きさとか諸々があるんで。ただね、ビビッドの MV のコメント欄に、本当にビビッドがかっこいいので、その音楽番組とかラジオでたまたま聞いて、本当にたまたま来てそのまま MV の方に来たっていう方結構いるんで、まあ、楽曲の良さで勝負するっていう部分はね、いい感じでできていると思うし、またその BE:FIRST とは違う道筋で、いい感じで進んでいるなというふうに改めて考えましたよ。でその中でね、ミルクとか、ね、直也くんつながりだけど、そっちの方とかと、また BE:FIRST と違うコネクションで繋がっていくとおもろいと思ってるし、例えば BE:FIRST はやっぱ NTEAM とか INI とかと仲がいいわけだけど、またマーゼルはね、マーゼルで、仲のいいグループっていうのがまたできればいいと思ってるしね。はい、そういうふうに考えました。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものがございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。